眉毛なくね。眉毛ない。はい、動画撮るよ。うん。はい、あおちゃん。うん。スクバ、中身見せて。え？スクバの中身を見せてください。プレゼントは？は？何が？言ったよ。何を？プレゼントやったっすかね。楽しみにしててねって。いや、動画？うん。そんな企画はございません。最低でしょ。あのですね、最近ね、まずね、お弁当出すのが遅いでしょ。それからさ、たまにだからお弁当が出てないからさ、スクバの中だ開けんじゃん。なんか汚いわけ、スクバの中が。わかる？だからもう動画にしようかなと思って見せてください。いいよ、部屋探してるぐらいだし。もうちょっと撮ってきますね。ママ撮って、そこ。何？うんうん。ちなみに、ぬいぐるみ映ってる。はい。ちなみに今は何時でしょうか？今何時だ？11時20分だって。ですよね、うん。今日のお弁当は出しましたか？もう笑い物は終わったんですけども。出してない。なんで出さないの？明日お弁当いらないからいいかなって思う。いや、関係ない、そんなの。それは関係ないよ。なんか、はい、見せてください。ちょっとそうでしょ、うん、あ、出た。ちょっと下、下見せて。下、あ、出た。この前ね、エシちゃんママと会ったの、学校帰りに。で、なんか、うん、あ、葵ちゃんっぽい子いるなと思ってたらしいんだけど、うん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 、そしたら、うん、これ見て、あ、もう完璧葵ちゃんだってなったらしくて。そうなの？そう。元気だった、エシちゃんママ。めっちゃ元気だった。エシちゃんママとエシちゃん妹がいて、うん、そうなんだ。可愛かった。まあ、っていうことがありました。はい。だから、これ見かけた方は葵チャンネルです。うん。中を見せて。開けてます。バッと見せて。カメラに。どうしようかな。早く。待って、名前とかない、大丈夫、ね、大丈夫だと思うよ。まあいいか。モザイクすればいいか。せーのがさん。はい。じゃーん。JK のスクバの中じゃなくなった。ちなみに、筆箱とかは教室にあるから、一切入ってない。え、何置いてきちゃったの？いつも置いてってる。何入ってんの、スクバの中。だって教科書とかさ、学校でしょ。うん、最終日に全部持ち帰ろうかなと。やだー。え、でも持って帰ってきて、ちょっとは、うん、教科書販売の日に。知ってるよ。2教科ぐらい持って帰ってきた。友達のママがさ、あお、うん、ちゃんが本当にもう大変重そうだったからって言ってさ、一緒に車乗せて帰ってきてくれたんだよね。ありがとう。ありがとうございます。めいめいママ。めいめいママ、ありがとうございます。じゃあ、これをこう持ってたの。うん、じゃあって、真四角で、多分ここ持ったら本当にちぎれるなと思ったの。うんうんうん、もうちぎりかけてるからさ、うん、ちょっと悪化したんだよね。それ一回持ったからさ。そっか。悪化してるから、うん、本当にやばいから、こうやって持ってたら、うん、しかも、でその時バスで帰ろうと思ってたんだけど、うん、なくて時間が、うんうんうん、1時間ぐらい待たなきゃいけなかったのよ、うん、でっていうね感じだったから、ありがとうございました。で、なんでそんな汚いの？ママお弁当。ママお弁当じゃないよ、もう遅いつの。ごめんごめんごめん。はい、レモンスカッシュのゴミ。また何も入ってないよ。なんで捨ててこないの？それの？そうで、次がちょっと残ってる。なんで捨ててこないの？ちょっと残ってる。最低。それは残ってるって言わないんですけど。え、残ってるよ。なくなりました。でしょ。で、ベルマークついて、ベルマーク。もう集めてないでしょ。高校生集めないでしょ。小学校の時ね、ベルマーク集めてたね。うん、で、次が串2本。ブラシか、ブラシ2本。え、なんでそこに2個も入ってるの？知らない。朝急いで入れたんじゃない？どんどん入れちゃってんでしょ。うん、しかも今日遅刻ギリギリだった。遅刻っていうかバスの時間ギリギリだったからさ、よくわかんないもの入れてる。シナモンくんと、これはママに買ってもらったやつ。これ福袋の中入ってたやつ。あ、そうね。ミッフィー、ミッフィーの横にいるクマちゃんからの、うん、ティッシュが4個。
いや周りに花粉症友達多いからさ、うんうん、みんなティッシュ持ってないからさ、うん、配ろうと思って持ってったら、うん、なんか今日あんまり鼻ぐすぐすやってる子がいなかったっていう、意味がなかったっていうサンリオティッシュを、ね、そう、うん、で、うん、モバージュ、やばい、もうこれしかない、もうないじゃん、もうないじゃん、充電しといて、もう日焼け止め、これは本当に意味わかんない、いつも入れてないよ私、あれ入れてないんだっけ、うん、だって塗っていっちゃうもん、朝塗ってってんだ、ポーイって入れたんだろうね多分ね、そのブラシと一緒に入れちゃったんじゃないので、レモンスカッシュのゴミ食べかけのね、なんだと思ってんのバッグを、ね、なんだとは、ね、で、定期ね、うん、これはまあ普通に、ね、で、なんかチャリをなんでちょっとないなと思ってたのよ、自転車の鍵が、自転車投稿じゃないんだけどな、とこれ、ね、何しに学校行ってんので、バツマルくんのお財布、いくら入ってると思う、正解は9円でした、やだ、なんで信じられない、お金がなくて信じられない、で、ラスト、これなんだと思う、こっちはもうでしょ、レモンスカッシュなんでもかんでもレモンスカッシュが出てくるよ、うん、あとね、6個しかないから買ってきて他は、あ、ヘアオイル入ってる、ヘアオイルがねえ、なんでぐらいかな、なんでってものしか入ってないじゃん、きったね、ゴミきったね、なんかちょっと見せてみ、それなんかポップコーンのゴミいっぱい見せ見えないね、見えにくいな、汚いのよ、どうしたんだろう、ポップコーンがすごい、違う違う違う、ここめくったらやばい、この下、なんでポップコーンが入ってる、だからポップコーン前食べた時にブシャって食べきったようじゃないの、ね、私セブンのポップコーン大好きなんですよ、なんでそれをそこに入れてたの、余ったやつ買って食べて入れて食べて入れてしょってってやったらなんかバーってなってた、なんだろうね、小さい方はね入れた記憶は、あ、1個だけ入ってる、目薬薬これやばい、目超スースーするもうこの世の終わりぐらいスースーする以上、うん、何しに学校行ってんのなんかもう終わっちゃったし、うん、授業、まあそうだけどさ、なんか遊びに行った小学生のリュックみたいなのじゃない草とか入ってたよね、なんかよく入ってた草入ってたな、もうちょっとなんかさ、いやでも小学校の時の方が綺麗だったよ、確かに、なんかもうちょっとなんかノートの一冊やなんか可愛い筆箱やら出てくると思ったら、さすがにだって、あのいつもの筑波紹介はだってさ、いい女を演じてる演じてる嘘、筆箱なんて、うん、文房具いっぱい家にあるからさ、もっと大きいのが、うん、てかもう筆箱をほとんど持ち帰ってないよ最近、やめてよ、テスト期間ぐらいじゃない持ち帰るの、あ、そうね、持ち帰って、うん、わざわざその、結構外でお勉強する時とか多いから、友達とそういう時は持って帰るけど、他は持って帰んない、いつもさ、テストの時さ持って帰って、わざわざさ机の上のさ、なんかペン立てに全部出すじゃん、うん、で、また全部入れていくじゃん、そういうさ、なんかさ、変なこだわりがあるの嫌なんだよね、自分がさ、なのにこうやって持って帰ってこない日もいっぱいあるというさ、うん、すごく不思議ちゃうんですね、そう、なんかこだわり強いんですよ、私、なんか文房具関連なんかわかんないんだけどさ筆箱の中とか絶対全部出して戻さないと嫌なのよ、なのに持って帰ってこないんだよね、そうなの、めんどくさいから全然わかんないね、本当だよね、なんかそ、わかる人いるかな、本当にやめた方がいいと思ってるんだけど、なんか勉強に身が入んないの、持って帰ってきて必ず全部戻して、筆箱をなんか空っぽにして、で勉強してまた詰めるじゃん、そういうことだと思うんだよ変なこだわり、自分でもすごいなと思うんだけど、うん、てか受験の時とか毎日筆箱持ってて毎日戻してたから、うん、毎日毎日これを入れて、本当だよね、それに緊張したじゃないの、うん、本当だよ、あ、でもそのティッシュはいいんじゃない、お友達が使うだろうし、うん、じゃあお詫びの印としてレモンスカッシュをありがとう、はい、いただきます、はい、ということで、なんか騙された、うん、でも
こういう子もいるんだなと思ってほしい、 YouTuber の中には。そうだね、周りのね、うん、同年代 YouTuber とかの子はね、やっぱりみんなさ、なんか違うんだよ、やっぱね、なんもっとね、なんかキラキラしてる、うん、キラキラしてるんだけど、ちゃんとしてる、こんな汚くない、うん、バックンだからとか、そう、なんか近距離 YouTuber みたいな思ってくるとか言う近距離 YouTuber 降りチャンネルっつって、うん、友達だと思って見てほしい、これからも。その友達、なんか推しのノリで見たら汚いと思っちゃうかもだけど友達のノリで見たらそこまでかもしれない。でも友達でも汚いって思うよこれなんかもう慣れてほしい、みんな、お願いします。もう多分慣れてると思うよ。慣れてるか、うん、よろしくお願いしますねということで、さらけ出されました、ちゃんちゃん、ということで今日挨拶もしてないわ。いやな、今しとく、うん、皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。 OK、 じゃあということで、これからは綺麗にします。お願いします。多分ね、アオリチャンネルの視聴者さんで、ね、これから気をつけますって言葉絶対信じないと思うよ。でもお弁当出してください、わかりましたか。ママの洗い物終わる前には出してください。はい、じゃあ今から洗うの。そうだよ、これから洗うんですよ頑張ってください。はい、それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。